はいどうも、トシです。今日はですね、ロープツイストコンロですね、編み方紹介していきます。はい、ではまず最初にブロッキングですね、大事です。で、まずは1つの毛束を取り、2つに毛束を分け取ります。で、この毛束をですね、ねじっていきます。で、このねじる方向はツイストですよね。ツイストさせる方向は両方、2つの毛束両方同一方向にね、同じ方向にねじってってください。ツイストさせる方向は一緒です。はい、そしたら今ですね、編み込んでますね。ねじる、ツイストさせた方向とは逆に編み込みましたね。はい、で、あれ、もう新しい毛束取りました。あ、で、ここですね、新しい毛束を取り、施術者ですね、施術者をから見て手前の毛束とミックスさせますね。手前の毛束とミックスで、それをさらにツイストさせます。こうねじっていくことですよね。ミックスさせたのをねじって、さらに新しい毛束と混合させて編み込むということになりますかね。はい、ちょっと見てて、ちょっと僕も説明しにくかったんですけど、1本目まずはそんな感じでさせていただいてます。でも2本目もちょっとまたゆっくり解説させていただきますので、ちょっとこのまま見てっていただけるとありがたいと思います。はい、で、注意する点ですね、今ちょっと説明させていただくんですけど、その根元をしっかりねじることっていうことが大切ですよね。ツイストさせないとこうロープっぽくならないっていうんですかね、よくねじってあげること、根元をしっかりねじることが大切になります。で、一応コンロより簡単です。コンロよりは簡単です。まあ、友達同士でやっていただくことが結構おすすめになりますね。はい、で、ロープツイストの編み込みですよね。ロープツイストの編み込み、ロープツイストコンロっていうんですかね、正式名称はロープツイストコンロです。はい、とりあえず今1本仕上がりました。こんな感じに仕上がってます。で、最初に1本巻いといたんですけど、こんな感じに、はい、同じですね。はい、はい、では3本目ちょっと行ってみたいと思います。で、ポイントとしてはこうちょっとこうやりやすくね、やりやすくちょっと しとくっていうのは非常に重要だと思います。はい、では行きます。ここ非常に重要ですね。まず毛束を取ります。で、2つに分けますね。これで2つに分けます。で、ねじります。よくねじります。よくねじりますね。ここでよく根元の方もしっかりねじります。そしたらこれを編み込みます。はい、で、そしたらこの今ねじって編み込んだんですけど、それ逆方向にねじるんですよ。ツイストさせた方向とは逆方向にねじります。で、今度は新しい毛束を取り、施術者ですね、施術者から見て手前側とミックスさせてねじります。ねじります。で、ねじった方向とは逆方向に編み込むっていう感じですね。はい、はい、また新しい毛束を取り、ねじって手前側と、施術者から手前側とくっつけて、ねじった方向とは逆方向に編み込む。はい、また新しい毛束ですね。これの繰り返しになります。はい、理解さえしていただければ、あとは頭の中で同じことを繰り返すっていう作業になりますので、しくじんないように頭の中をしっかり整理しながら、よし、こっちにねじって、こっち、こっちにねじって、こっちって、ルールを決めとくことがおすすめになります。はい、はい、3本目ですね。これで仕上がりました。はい、こんな感じになってます。
いい感じに。はい、では次行ってみます。で、ここの時にブロッキング大事ですよ。ブロッキングこう綺麗に取っておく。はい、また行きます。まずは毛束を取ります。はい、そしたら2つに分けてあげるんでしたよね。はい、2つに今分け取りました。そしたらねじるんですよね、ツイストですよね、ねじっていきます。はい、で同一方向にこれねじります。右回転なら右回転ですよね。はい、でねじった方向とは逆回転に編み込みます。はい、で編み込んであげたらですよ、今度ここですね、新しい毛束を今取りましたね。はい、で施術者から見て手前側ですよね、手前側とミックスさせてねじります。はい、よくねじります。ねじる方向っていうのはもう決まってますよね。ツイストさせます。で、そしたら編み込みます。はい、で編み込んだらまた新しい毛束を取ると。で、今度は手前側に、また手前側にミックスさせてツイストさせます。ねじりますね。この時に根元ですね、根元しっかりねじり込まないと綺麗な形に仕上がりません。で、そしたらまた逆回転ですよね、逆回転に編み込みました。はい、であとまた新しい毛束を取ると。はい、あの非常に単純作業の繰り返しですね。まあなんでそんな難しくないですよね。もうここまで見ていただければもうさすがにバッチリできると思います。はい、こんな感じに仕上がってます。はい、基本ルールさえしっかり覚えていただければ必ず誰でもできます。友達同士でやっぱね、やることがおすすめになりますから、基本ルールさえ分かればコンロより簡単です。シンプルにやっていただくっていうことが大切ですね。はい、ではラストですね。はい、分け取ります。2つに分け取ります。で、ねじってあげます。この時に右回転なら右回転、もうルールを決めましょう。そしたら今度は逆回転ですよね、右回転にしてた場合だったら左から編み込むと。はい、はい、そしたら新しい毛束取りますよね、こうやって新しい毛束取ります。で、施術者から見て手前側とくっつけてあげる感じですね。で、ミックスしてねじる、またねじる。はい、そしたら今度逆回転にまた編み込むと。はい、そしたら新しい毛束取ると。はい、あとはもう同じことの繰り返しですね。はい、ねじってあげて編み込む、ただし逆方向、逆方向ですね。はい、このルールですよ、基本ルールっていうのをしっかり覚えてこうやりながらですね、施術中にやりながら忘れないようにしっかりもうそれだけ意識して、あとはひたすら手を動かす単純労働の繰り返しっていうものをしていただけると非常に綺麗なロープツイストコンロですね、仕上がりますので、ぜひやってみてください。結構簡単ですよ。で、あのこのブロッキングですね、ここのブロッキングって結構ちょっと大きめ、ちょっと太めがやっぱり今かっこいいですね。コンロみたいにすごい細かくバーやるのもいいんですけど、ロープツイストコンロの場合だったらちょっと大きい方がね、かっこいいと思います。ただこれ今基本的なねやり方のご紹介ですので、まあ参考にしてみていただけると、あとはブロッキングとかで大きさとかね調整しながらやっていただけると非常にかっこいい仕上がりになるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じになってます。はい、こんな感じです。ちょっと今首が曲がっちゃってるんですけど、これやりやすい位置でちょっとお客様にね言って曲げてもらうっていうのがいいんじゃない、やりやすくて早くなるんじゃないかなと思います。で、ちょっと今立てていただくんですけど、非常にいい感じですよ。こう立たせると、これ正面見た感じですね、半分ですね、半分させていただきました。はい、いい感じに仕上がったと思います。
ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。いろいろ皆さん の, 利益になることですね、何か得になることを配信していくことをモットーにしてやってますので、ぜひ参考にしてください。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。